スーパー GT イメージガール。スーパー GT イメージガール。スーパー GT イメージガール。旧称 JGTC イメージガールは、スーパー GT、旧全日本 GT 選手権の PR 活動を行っているイメージガールの名称であ。グループ数は4人。2010年は8人。2013年は3人。1999年に結成されたパッションが、 初代 GT イメージガールである。毎年ユニットを結成し、サーキットでの PR 活動のほか、スーパー GT 公式行事の出席や、シーズンごとにリリースされるイメージ CD アルバムの中でオリジナル曲を披露するなど、多彩な活動を行っていた。レコード会社、ABEX のイメージガールも兼務するなど、ABEX 職が強いユニットであった。2002年、 その後のプラチナムプロダクション、イカプラチナムと略所属者グループの草分けでもある YTH が登場。若月千夏などを輩出した。翌2003年はスタイルコーポレーション所属のティアラに引き継がれるが、前年以上の人気を得るには至らなかった。そして2004年、プラチナム所属者3人を中心としたビバーチェが登場。歴代最高ともいえる人気を獲得した結果、 GT 終了後に活動を継続。現在の社などへと発展していった。翌2005年の PCH は4人全員がプラチナム所属者に統一されたが、それ以降はプラチナム所属者に別事務所のメンバーが加わる形態が続き、2010年の G レースではそれまでの倍となる8人編成となった。2011年よりスクレイ、シクレというレースクイーンユニットが 活動開始したこともあり、スーパー GT 本体のイメージガールは一旦廃止状態となったが、2013年に3年ぶりとなる、イメージガールが復活、3人体制による IA ガールスターズが起用された。同ユニットは2014年もメンバーを変えて活動していたが、わずか2年で消滅。2015年度は再び、イメージガールが存在しない状況となっている。 ちなみに、歴代イメージガールで写真集を発表しているのは、ファッション2001と YTH、ビバーチェの計算組のみである YTH とビバーチェは、イメージ DVD も発表している。a ッ e x とのコラボレーションにより、応募総数1100名の中から選出した。山口以外メンバーチェンジ。この年に GT の冠無理スポンサーであるオートバックスのロゴとレコード会社、 エーベックスのロゴが現在のものに変更された。石川以外メンバーチェンジ。この年をもってパッションは解散。当時のプラチナムプロダクション所属者で構成。ユニット名は4人の頭文字。若月イコール W、イオりイコール I、高杉イコール T、星野イコール H から取った。また、歴代ユニットで唯一シングル版をリリースしている曲名、ユリスミックス。 スタイルコーポレーション所属者で構成。a e x が GT イメージガールのプロデュースをしていない唯一の都市でもある。GT 終了後にプラチナム所属の渋谷、福田、福の3人がビバーアッチ名義で活動を継続。また後にこの3名にゲン場マリナを加え、シャナドーとしてドイツでの CD デビューを果たした。スーパー GT になって最初のイメージガール。 YTH 以来3年ぶりに、プラチナム所属者4人で構成。後に相川と相沢は、オーバーツとして、CD、秘密のボンバーをリリースした。プラチナム3、フェイスネットワーク1で構成。最年少メンバーだった江波はその後、河村江波と改名し、現在も活動を続けている。東京都出身メンバーがいない、最初のイメージがあるユニットでもある。 この年の年末に、プラチナム所属の鈴木、島、佐藤の3人が、シャイニー名義でライブを開催した、シャイニーのこの子をも参照。佐藤は、この3年後の2010年に、スーパー戦隊シリーズ、転送戦隊、ゴイジャーに出演し話題となった。10代目は、プラチナム所属者が2名、スケカワ、稀になる。平成生まれが、初めて、 イメージガールに選出された年でもある。プラチナム、鈴木、長井、ニューゲートプロダクション、カボク、ホリプロ大阪、ミから選出。この年は、イメージガール史上初めてユニット名公募が行われ、上記の名前となった。実は、ホップクラブメンバーとして、番以来二人目の GT イメージガールとなる。発表時、立ち位置向かって左寄り。 PCH 以来5年ぶりにプラチナムプロダクション所属者に統一された。同年1月17日の東京オートサロン開催中に発表が行われ、過去最多の8人が選出された。ファーストプレイスのボコロイド、IA とのコラボレーションによるスーパー GT オフィシャルサポーターズソング制作を機にイメージガールに起用された。IA を軸にしたクリエイター支援プロジェクト、 IA プロジェクトによるもので、イメージガールとしては、初起用だが、2012年には、サードとのコラボレーションで、レースクイーンとして参加していい。当初は、長田と石原の二人だったが、第二戦からは高橋が加わり、三人体制となる。現時点で歴代の GT イメージガールとしては、最小人数編成となっている。前年から引き続き、 アイエとのコラボレーションの一環でのイメージがあるとなったがメンバーは一新されている。メンバーは4人とも東京ヤクルトスワローズの公式ダンスパフォーマンスチー、パッションのメンバー経験がある。またイメージがある全員が平成生まれに統一されたのも史上初となった。2013年まで毎年6月中旬に行われていたマレーシアセッパンサーキット戦では スーパー GT 本体のイメージガールとは別に、マレーシア戦限定で活動するイメージガールユニットが存在しており、開催までの約1ヶ月間現地に滞在し、PR 活動を行っていた。ほとんどの年で、スタイルコーポレーション所属者がイメージガールを務めていたが、2009年と2010年は、プラチナムプロダクション所属者が担当。さらに2011年からは、 日本人1名とマレーシアの女性による体制となった。なお、2014年以降は、タイブディーラムのチャーンインターナショナルサーキットで10月上旬にスーパー GT レースが開催されているが、対戦限定のイメージガールは設置されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。